9月2日のヤクルト戦、1点リードで迎えた3回、ツーアウト1、3塁のチャンスで打席に立つと、ライトスタンドへ豪快なスリーランホームランを放ちました。優勝が目前に迫った13日の巨人戦、3回ワンアウト満塁の場面では、タイガースファンで埋め尽くされたスタンドに飛び込む先制のグランドスラム。球場が大歓声に包まれました。16日の広島戦では、初回ワンアウト満塁から先制の2点タイムリー。5回にも再びタイムリーを放つなど、この日は4安打3打点の活躍で打線を牽引しました。10月1日の広島戦でも、同点で迎えた5回、ノーアウト 1、2塁のチャンスでライトへ勝ち越しスリーランホームラン、勝利を呼び込む一発を放ちました。リーグ優勝へ突き進むチームの中で印象的な活躍を見せた佐藤輝明選手が阪神タイガース代表選手に選ばれました。鳥谷さん、ホームラン打点ともね、率もそうなんですけど素晴らしいんですけど、やっぱり打つ場面ですよね。かなりやっぱりこの試合を決める場面であったりとか、ここで勝てばっていう、この試合で勝てばっていうところでの、いいところでかなり打ってますので、そういう部分では非常にこの9月10月っていうのは佐藤選手の活躍っていうのが素晴らしかったと思いますね。はい。ジェラセリーグアワード、各試合で最も勝利に貢献した選手を球団ツイッターにて発表。そしてライブ配信でレジェンド OB が月間大賞を決定。野球ファンを釘付けに。ジェラセリーグアワード。